では成年女子 400m ハードル予選第1組です。7名の出場で行われます。リゾー少年男子共通の大幅にバーの高さは5メートル10になります。この高さに中川の三宅君がただ1名挑戦。三宅君はインターハイ、夏場のインターハイ優勝している高校2年生の選手です。2着は長崎の松田さん58秒71。